あ、始まった、よかった。なんかめっちゃくるくるなってた。こんばんは、こんぱんちゅんです。やっほ、今さあ、ブザビートありがとう、こんばんは。今さメイクナウだったんだよ。あ、バグってない、よかったよかった、ありがとうございますね。可愛い子発見ありがとう、こんばんは。可愛い子発見ありがとう ね。多分顔白いのは多分ライトのせいだと思う。なんか明かりだよ多分ね。そんなにちょっと暗くするか。可愛い、ありがとうね。ちょっと今日はメイクしようかなって思ってメイクしたらね、まさかのね、あの顔しかできなかった。まだ終わってないんだけどさ。そう、寒いね今日も。寒い、みんなどう？寒くないですか？あ、食べ納めしてきたの？いい ね。あれ、みんなフランボワーズさん行ってんの今日？マジ？ちょっと待って、ブザビートありがとう、かわいこ発見ありがとうね。今日は今日いい天気だったの？ごめん、あのはるちゃんまだ一回も外見てないし、ね、外見てないし、あの外行ってすらいない今日。でも多分いい天気だった気がするね。雨の音は聞こえなかったからまあいい天気だと思ってますね、そう、はちゃんね、今日は今日は、ま、あのね、ちょっと ゆったり過ごしてたね。あとちょっとでね、今年終わっちゃうよ。早くない？あ、一応知り合いなの？行ったら行ったの？え、時間もかぶってたの？すごい。あ、今日忘年会なの？この辺でって。来てくれてありがとうね、忘年会楽しんで、ね、こんばんは。新潟の冬には珍しい青空だった。マジ？そういえばはるちゃん今日、あ、そうだ、はるちゃん松葉したんですよこの間、昨日。そう、松葉下見て、このまつげ生き返ってきた。あのね、目頭が本当に抜けまくって美容液を頑張って塗ったらこう伸びてきたね。なんか目尻がめっちゃ伸びちゃってる今だから、美容液塗ったら、ね、仕事納めね。みんななんかみんなこの時期だよね。この今日多くない？仕事納め。なんかはるちゃんなんか返信でもメールの返信でも今日が仕事納めですっていう方が多かった。可愛い子発見ありがとう。あ、時間かぶせたかぶせたんかね。またね、美しい、ありがとう。まつげ、そう、まつげ帰ってきたマジで、ね、まつげお帰りってね、お帰りって言ってる。なんか目尻の方はさ抜けてないからね、目尻の方がねマジでね伸びたんだけど、多分配信じゃ分かんないかも。なんかメイクが目頭がないから
ね、大変なんです、こうやってバランスを整えるのが。こうやってこっちをピュってやって、こっちがね長くしてみたいな。もう大変。可愛い目ありがとう。可愛い子発見ありがとう。ね、ルアシもまつげ抜けたみたいな言ってたよね。ね、ハルシもそうだったんだよね。ルアシにいいまつげ美容液教えてあげようかな、ね、ハルシが。ね、ハルちゃんが2週間で伸びたまつげ美容液を教えてあげようかな。2週間というか塗った次の日あたりからもう伸びてきたんだよ本当に。はるしってなんかやだそれ名前。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。はるしですね。マツエクとかで調節、でもはるちゃんマツエクしたくないんだよね。なんかマツエクするとなんかよく言うには自分のまつげがなんかちょっと抜けてきちゃうみたいな、ね、そう抜けてきちゃうみたいな言ってて、マジでなんか嫌だなみたいな。わかんないよ、どのぐらい抜けんのかわかんないけど、やったことないからわかんないんですけど、なんかまつ育は地まつげがちょっと抜けちゃうみたいな。そうだからはるちゃんはちょっとなるべく自分のまつげを頑張ってる、伸ばしてる。こんばんは、お疲れ様ですね。ルアシがまつげに困ってたらはるしが教える。頑張ってはるちゃんと一緒にまつ育しようって、まつげ育成計画。え、マジで生えてこないの？え、ガチ？ハルシちょっと誕生日プレゼントで買ってあげようかな、まつげ美容液。ちょっと高いんだよねこれマジで。なんか諭吉が飛んでいっちゃう諭吉飛んでいっちゃうんだけど、まあ買ってやるか。え、どうしよう、ちょっとセールの時ないかなセールの時に買ってあげるね、飛んでいかないでほしい。リアルな話で、そうだよ。ハルチュンはなるべくお金をかけずに可愛くなりたいのよだからちょっとね、安い時にバンバン買うしかないんですよ。だからちょっとセールっていう言葉に弱い、ちょっとだからちょっと安くなったらね、ルアシにちょっと聞いとくわ、まつげどんな感じって。今日満点の可愛さってありがとう。え、マジ？まつげ左目センター部分が抜けたまま？え、毎日チェックしてんの？あ、みんながチェックしてるってこと？配信で？配信でチェックしてんのこれ？配信でも分かるぐらい抜けてるってこと？え、なんかそれなんか配信でよく分かんの？え、そのぐらいやばい？多分さ、あれじゃない？なんかビューラーのゴムがダメみたいな。ビューラーさ、なんか
はるちゃんもさやっちゃったんだけど一回、なんかビューラーね、なんかビューラーってこれなんだけどさ、ビューラーがこれなんだけど、なんかここのゴムがちょっとでも切れてたらまつげ上がんないし、それを思いっきりこう思いっきりこう上げると切れてる状態で、ちょっとでもダメになってる状態でこうやって上げるとまつげがねいなくなるんです、そこの部分ね。はるちゃんも去年というかねやったんですよ、いつだっけなね、そうまつげね、ここがね全部なくなったの、多分ルアと同じ状況、多分それだわね。ビューラーは使ってるのかな、はるちゃん思いっきり上げたらまつげ飛んでっちゃった。そう、あビューラーでこっそり抜けたって、あじゃあ同じじゃん同じじゃんね、そう抜けるんですよ思いっきりやると。それだよ、うん、やっちまったな。いや、え生えてくる、生えてくると思う。えそこがあの毛根がしっかりはあのしてるならなんていうの、はるちゃん今から出かけると思う、みんな。正解、まつげ美容液効果、え効果、え人にもよるんじゃないですか、人にもよるけど、はるちゃんは効果ありました、めっちゃ。えなんか人にもよるし、あの物にもよる、美容液はるちゃんめっちゃ伸びて、なんかまつげ、あのまつげパーマ、あのマツパする時、あの毎回なんか同じやつをつけてもらってるんだよ、こう同じ付属品をこうつけてあげるんだけどさ、なんか最近はるちゃんなんか毎月のようにあの長さがあの伸びすぎてなんか違うやつをつけてんの、なんかまた伸びたね、また伸びたねってそう言われるよく。だからそのぐらい伸びる、ルアシニュ、じゃあルアシニュ教えてやるか。ええまつげに困ってないかいってちょっと連絡してみるわ、ね、ルアシニュ、パパ氏が気づくぐらいなのね。大丈夫か、はるちゃんの家族はみんな伸びた、なんかはるちゃん、そうはるちゃんの妹、あ妹待って待ってちょっと待って、はるちゃん妹なんだけど、ちょっと待って今はるちゃんの妹って言おうとしたはるちゃんの、はるちゃんのお姉ちゃん、あのはるちゃんよりまつげ短くて困ってたんだけど、なんかめっちゃ伸びて、伸びた、そう妹いないです妹、うん、ね妹いないすまん、なんかえ何ヶ月で効果、えでも毎日使うことが大切だけど、はるちゃんはあの1週間ぐらいでもなんか伸びて、なんかもうね1週間ぐらいで伸びて、なんか毛がいるみたいになった、なんかそこいなかったのに
あ、毛が出てきたみたいな、それでどんどん伸びて、え、マジこれはるちゃんの、はるちゃんの経験上そうだった。でも人にもよるかもしれない。はるちゃんは1週間、あ、はるちゃんあの前髪も伸びるスピード早いからさ、あの多分ね、そう、え、まつげにしか効果ない、え、効かないのって、え、わかんない。でもはるちゃんね、あの眉毛ちょっと形失敗したなって思って、あの眉毛あのにちょっとつけてみたら眉毛伸びただからね、あの毛に強いんじゃないでしょうか、わかんないですね。ちょっと眉毛ここら辺欲しいなっていうところにこうつけたらなんか眉毛伸びたから、多分毛に強いんじゃない、え、わかんないです。ラーちゃん2ヶ月ぐらいまつげないの、あ、毎日これ確認してんの、え、ファンの方がまさかのね、そんなに数えてくれてんの、え、じゃあそれはそれ伸びんのかな、え、わかんない、それ伸びるのかね、なんかさ、え、大丈夫かね、ね、まあ一応おすすめはしとくけど、おでこに、おでこやだよ、おでこ毛生やしたくないよ、はるちゃんね、ちょっとやだね、眉毛は伸びた、そう、わかんないけど使用して大丈夫、まあ大丈夫じゃないですか、わかんないです。みんなね、そんなに量入ってないかもしれない、ね、配信でめっちゃ見せてくれんの、ルアシね、そりゃびっくりだね、はるちゃんもちょっと毎日見せて、あれかな、このぐらい伸びました、このぐらい伸びましたってやろうかな。でもさ、なんかこっちはね本当に伸びてくれたのに、こっち側なんだよ、まつげなくない、ここをね、まだ全然伸びきってないの、ね、悲しくない、まつげがちょっとしか伸びてなくて、だから塗ってる最中、まだ成長させてるのね。でもね、まつげ美容液の欠点があってね、あの美容液塗らなくなると違う、あのね、はるちゃんだけかもしれないけど、毎日、まあ、最近はさメイクしてないけど、毎日はでメイクしてて、まつげ美容液を塗らなくなるとまつげが抜けるんです、すぐにね、多分ね季節の変わり目もあるからだと思うんだけど、そう、急にいなくなるんです、毛が、まつげがなくなっちゃうの、急に、え、悲しいよ本当にね、なんかね、わ、こんなに伸びたって思って、そのままね、あのそのまま維持させようと思っても、なんか急にいなくなってるんだよね、悲しいことに。だから成長させるんだよ、頑張って大事に育てないといけない、うん、だからルアシにもちょっと言っとこう、一緒に育てようって。ね、あ、そう、まつげの話してた、メイクの話してたらまつげに変わってたね。今日さ、今日これからさ、なんかある？
ねえねえみんな、これ何？あれ今日何もない？嘘。こんばんは。月でも見るのって月違うね、月は見ないね。見ません見ません。あれ今日なんかさ、今日何もないの？こんばんは。月が綺麗ですねって。ありがとうございます。え、今日なんもない。え、今日なんか、いや、番組とかないかなってそういう話。発見ありがとう。こんばんは。まあでもはるちゃんは30分になったら終わるんだけど、え、そう NGT 関連です。そうそうそう、ぐるナイ見てんのぐるナイいいね。こんばんは。大丈夫か？熱。AKB とハロプロが公演に、あ、違う、公演じゃない、出演するのがあるようなって。あ、そうなんだ。うん、すごいですねそれ。30まで何もないね。30はあれだよね、あの公演とニコ生さんありますぞよね。みんな楽しみにしててね、見てくれるよな。うんうん、こんばんはです。可愛い子発見ありがとうね。もちろん、いやありがとう。ハチは AKB にも詳しいのって、あ、どういうことだ。え、何 AKB さんに詳しいって、あ、どういうこと。あの予定ですか、スケジュールの話。あの AKB さん好きですけどね、なんだろう、何が詳しいかなね。多分詳しい。え、何が詳しいのか分かんないけど詳しい。ね、何時からだっけ。19時あたり、え、分かんない。え、19時だっけ。待って、ちょっと待って、スケジュール見るわ。スケジュール、ちょっと待って、カレンダー、あ、19時です。19時ね。萌えゼリフやるよ萌えゼリフあるのかな、はるちゅんのって。
それはわかんないですわね。それはちょっとわかんない、わからんですわね。ニコ生さんで何かしらの結果残しそう。え、本当ですか。え、ありがとう、嬉しい。ね、多分今までのね、ニコ生さんね、全部萌え、全部ではないか、そう、萌え台詞を言ってきてね、はるちゃん本当に萌えはやったことないんですよ。本当の萌え、あんまりなんか常にネタ枠なんでね、ちょっとね、まああったら可愛くね、ちょっと来年からちょっと可愛くなりたいね。ね、来年からちょっとネタ枠じゃなくて、そのまま可愛く萌え台詞言いたいですね。あ、そう、メイクしたんです、いい感じ、ありがとう。あ、 AKB さんのメンバーの知識ですか。あ、それはありますね。はるちゃん推しがいるんですよ。推しが、あの山根すずはさんが推しなんです。ちょっと劇場もよく行ってたね、姉ちゃんとそう、ね、最後カラオケあると予想ですか。え、どうなんだろう、何があるのかな。可愛くて美人で最高、ありがとうね。来年からは散っていかないと。そうそう、ね、そう、ずんちゃんのファンなんです。そう、そうそうね、ピンク緑のペンライト振ってイエーイってやってたえ、待って、はるちゃんもう終わりの時間だ、終わりの時間だ。今日はちょっと短めだけど、みんなごめんね、明日ちょっと頑張るね。ちょっと今日はこれかスケジュールが準備、スケジュールがやばい、忙しいそんな忙しくないけど。じゃあちょっとランキングいくよ、ね、今来たばっかりでごめんね、本当にごめん。じゃあちょっとランキングいくね。13位からいきます。13位りえちゃんとちゅん、ありがとうございます。12位特上カルビちゅん、ありがとうございます。11位高橋ちゅん、ありがとうございます。10位マスオ沼ちゃん、ありがとうございます。9位ちっちぬまちゅん、ありがとうございます。8位山じぬまちゅん、ありがとうございます。7位ちいぼうちゅん、ありがとうございます。6位川崎ゆきちゅん、ありがとうございます。5位酒井秀一ちゅん、ありがとうございます。4位よしちゅん、ありがとうございます。3位ごちぬまちゅん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 、ありがとうございます。2位ビールバラちゅん、ありがとうございます。そして第1位はてるるるるるるタカピロチュンです、ありがとうございますね。また明日も配信していくんだよね、また来てね、本当に配信ありがとうね、来てくれて。みんなまたね、いい夢見てねいい夢見てね、みんなおやすみ、なみかわね、ありがとう、またね、バイバイ、またね。